出来上がったら、まあそうだな、でかいたらいが一応8個あるんだけど、3つか4つをその今出してる抽出液をいろいろお湯で割ったりして調整していい感じの染液を作るんだけど、まあ、それを3つか4つ、3つだと楽だけどな、4つやるみたいな、ちょっとモチベが微妙です僕は。それは要するに質と量とか、精神的健康と肉体的健康と仕事量っていうところで迷ってんだけど、まあ分かんないです。ミニマムで言えばまあ3つ、例えばたらいを置いてそこで熱い染液を作る、それはその時また説明しますけど、でもう一個は焙煎液って言って、なんていうの、焙煎って鉱物を使うんですけど、このただ植物の液を布に付着させても、なんていうの、まあ色つくけど、もっとこう発色を良くしたり色落ちをしにくく、なんか定着させるのに鉱物を使うんだけど、今日はミョウバンっていうアルミニウム成分を使います。アルミっていうのは稲の灰とか椿の灰とか、ミョウバンっていう鉱物、ミョウバン温泉とかが出てくるところを使うんだけど、要するに鉱物って結晶構造を整えたり、なんか色の反射とか色の透過を良くするように鉱物使うのに、なんか昔から鉄とか銅とか使うんだけど、まあ今日は色をなるべく忠実に出すのによく使われるミョウバンを使うんだけど、染めでたらい3つ使うなら、ミョウバンとお酢を入れたたらいで焙煎液っていうのを3つ作るんだけど、まあこれがまず場作りのスタートですね。なんか染液を3つ作る、焙煎液を3つ作る、あともう1個なんか分かんない、何で作るか分かんない、すすぎをする場所を作る、はい、でここまで並行してやりながら、最初にこのまずミョウバンと酢、酢はなんかエマルジョン効果っていうのか、なんかこう均一にする力があるので、そのミョウバンの入りを均一にするのにお酢を使うんだけど、たらいの中で15分ぐらいこう焙煎っていう作業をして、軽くすすいで、次に軽くすすいでっていうか軽く絞って、それから茜の入った染液で15分ぐらい染めるのね、まあ、染め方は自由です。置いといたら多分ムラになるか、味がなんていうのよくは自分の想定外の何かができるし、動かし続けてればその分なんていうのムラがなくなる、うん、僕は結構動かす、うん、でその後一回すすい でまた同じ焙煎っていうのを15分やって、15分染めて、15分すすいで、15分焙煎して、15分すすいで、15分染めてっていうのをやります。でまあこれをなんか本当にできるようになってほしいなとは思ってるかな。なんか結局このゲームメイクが一番神経使うから、うん、なんかみんなでやりたいって感じだった。で、結構みんなでやるポイントは、これやってる時はこの繊維染める液を作ってるし、これやってる時は次のすすぎができる状態を作るし、この焙煎っていうのをやってる時は染めの準備してるし、染めやってる時は焙煎の準備をしてるので、なるほど、他一人でやる時はその準備しながら染める、でまたその準備しながら染めるっていうのを一人でずっとやってるので、でそれはみんなでやるっていう時に俺がみんなの分やるのは多分結構無理がある、そもそもなので、まあ数人でそこを連携しながらやる感じで、そこをなんかチームっぽくで、とはいえその時俺必ずなんかサインを出すので、それをこう読み取って一緒に動けると、多分本当チームスポーツ好きな人にとっては超面白いから、うん、結構入り込んでるし、うん、感じかな、はい、はい、これ何回染めるか、そう僕はちなみに大体こう濃い色を出す時は5回とか8回とか染めるんだけど、自分がそのプロ納得できるプロダクツとして商品として出す時は、うん、ただまあ本当に僕が思うのは、3回やれば、あこれを4回5回ってやればいいのねっていう、なんか自分ができるところまでいけるけど、なんか作品のクオリティをどこまで追い込めるかっていうのはやっぱりこの人数とこの環境で、俺は分かんないから、
時間的なものも含めてとりあえず3回染めで終わるか、うん、ちょっと4回行ってみようかみたいになるかは結構その場でみんなで決めたいな。なんか今日何回染めれるんでしょうかっていうのは俺もわからないみたいな感じかな。僕たちがどんな感じかがまだわからないし、うん、あとお湯の状態とか、うん、いつ頃からじゃあ染液ができて染めに入れるかとか、まあ、そういうことをみんなで考えながらやりたいかな。で、茜染め初めての人、見たこともない人も微妙にいる。じゃあちょっとだけ見せるね、俺が染めたもの。ああ、これはいはい、これはあの、大体茜染めされてますけどね、この地下、これもそうだし見本、なんかあるあるよ、あるよ、うん、大体これはこれ、大体茜染めして、その後なんかレンガラ染めして、藍染めしてとかしてるけど、もうちょいまとも基本的に4回染めれた方がもちろん重ねていくとどんどん色が入っていくから3回いくと多分4行きたくなるんだよ。でその時短っていうか時間をスムーズにする味噌は基本的に火が滞ると染液が遅れるっていう、とにかくもう火の管理と枠速度がきっちり保たれてれば結構スピーディーにいける。気がついたらどれかの火が下火になってて沸いてる状態じゃなくなってたりとか、なるほどなるほど、そういうことがたまにやっぱ起きる。そこで15分20分時間が取られてワンセットやる前に日が暮れちゃうみたいな。火力をキープし続ける、火力が結構大事、うん、まあでも今日しっかりみんな沸き割りしてくれたから、言えてねや、巻き割りしてくれたから結構バッチリいけると思います。まあでも引き続き巻きはもうバッチリでしょ嬉しそうお昼、今日外で食べます。ここでご飯炊いててるし、ああいいじゃん、テーブルどっか用意して、うん、うん、どのタイミングで、うん、何